年表は、出来事を年の順に記載した表のこと。年表というのは、すでに起きたことを、起きた日付で配列した表のことである。冒頭の条件を満たしていれば年表であるので、年表は、多種多様であり、様々な種類があり、分類法もいくつもある。テーマ、つまり何に焦点を当てているかで年表を分類することがある。表に用いられている手法で分類することもある。 文字ばかりの表、視覚的効果も多様した表、といった線引きである。年表は教育的な場面でよく用いられる。歴史上の出来事の前後関係や、各時期の傾向、俯瞰的な概略などを学習者がつかむのに、年表が手助けとなるからである。特に図で表した年表の場合、出来事の感覚や出来事が起きていた、時間の長さ、 同時に起きていた出来事などを視覚化することができる。年表は歴史の学習で特によく用いられる。それにより時間とともに変化する感覚が伝わるからである。戦争や社会運動は年表の主題としてよく使われる。また、電気でも使われる。年表は自然科学、特に天文学、生物学、地質学の学習者のために使われる。 なお教育者や研究者も他者を教育するためだけでなく、出来事を整理整頓し直して自分の理解の助けとするために年表を作ることがある。英語、ドイツ語、フランス語などの横書きが原則の言語では結果として縦方向に伸びていくように古い出来事ほど上に新しい出来事ほど下になるように構成される。現代の日本語というのは 横書きでも縦書きでも書かれるものなので、そういう言語では、年表は横書き時には縦方向に、縦書き時には横方向に伸びるように構成される。日本語では縦書き時には右から左へと書く習慣なので、縦書き時には古い出来事は右側に、新しい出来事は左側に配置されることが一般的。各年、各年代を表すページへの年代順の一覧。 ありがとうございます。